さあ、というわけで皆さん、こんにちは。こんにちは、土曜日、お昼下がりでございますが、トスカディストロフェスカフェ、ボリューム何分になったんだ、今日。ボリューム何だ85 75 75となりました。はい、本当に長く続けているイベントなんですけれども、今日はお足元が悪い中、本当にご来場くださいましてありがとうございます。ここからはですね、我々ワンステージだけディストロミュージックエンターテインメントのスタッフの江森と私でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、先ほど聴いていただいた1曲をもう一度聴いていただこうと思います。戸塚道夫型シンガーソングライターのカホーというものがおりまして、今日はちょっとお休みなんですが、イベントのため、はい、お休みなんですけれども、その代役として我々出ますので、カホーちゃんの曲を2曲ほど送りできたらなと思ってます。で、最近ですね、カホーが配信の企画で、戸塚ソングナンバーワン決定戦というものをやっておりまして、彼女はそのテーマソングをたくさん書いているんですけれども、もう40曲近くね、書いているんですけれども、で今回投票して栄えある300票ぐらい入った投票の中から1位の楽曲が決まりました。ではその1位になった曲からお送りしたいと思います。知っとるわって感じですね、今ね。この曲があったからね、戸塚のテーマソングプロジェクトスタートしましたよね。そんなこと思い浮かべない小さなパン屋さんです。モディの1階にも入っておりますので、ぜひ皆さん休憩の時間でパン屋買いに行ってみてください。それではお聴きください。カホで、こちらからの歌。
はい、ありがとうございました。クチラファンの歌をお送りしました。この時クチラファンの歌は2012年の10月ぐらいにできた曲なんですけど、ちょうど6年前ですかねの今頃に、タオちゃんがその実際にパン屋さんが体験をして作った曲でございます。あっという間に6年経つんだなというふうに思いつつ、いろんな思いを込めてお送りいたしました。さあ、そしてもう一曲この後お送りするのはですね、これもカホちゃんの楽曲をお送りしようと思います。帰ろうという曲がありまして、自然をテーマにした舞岡って皆さん分かりますか。戸塚駅から横浜方面に市営地下鉄一駅進んだ方、舞岡駅ありますね。舞岡がたくさんバーッとね、広大な土地が広がっておりまして、僕実はあそこの出身なので、舞岡公園っていう東京ドーム4個分ぐらいの大きな公園がありまして、あそこでよく遊んだり畑をやったりもしたんですけれども、そこの自然をテーマに、ガオちゃんが作った楽曲でございます。自然に帰るっていう、皆さんね、本当に日々お忙しい中いろいろ頑張ってらっしゃると思うんですけれども、そういう中で疲れて自分が見えなくなるときとか、いろんな人の意見がこう雑音に聞こえてしまったりとか、そういう辛いことってたくさんあると思うんです、なんで自分がこんなにって思ったりすることもたくさんあると思います。でもそういう中でも大自然の中に包まれてみると、自然に自分のことを思い出したりとか、周りのことを思える気持ちを思い出したりとか、そういう大切な気持ちを歌った楽曲でございます、なんか言い残したことある？メンバー紹介しておきます。富田山龍と23歳、来月24歳、10月20日、森下くりたバスツアーの日に江森くんの誕生日でございますので、ぜひ皆さん祝ってやってください。よろしくお願いします。そして私がモサックス、あざみなおきです。よろしくお願いいたします。さあ、ということで曲にお送りしたいと思います。そんなバラードなので、いいよ、入れてあげるよ、いいよ、そっくりよ、ありがとう。兄さんたちあと1曲演奏するから、よかったら最後まで聴いてくださいね。はい、ねえ、子供が欲しいんですね、そろそろね。まず愛ちゃんつけなきゃいけないんですけど。さあ、ということでお送りしたいと思います。とつかみちゃんがシンガーソングライターカホの楽曲で帰ろう。Thank you.
はワンコイン500円で CD 持ってきてるのでぜひ購入いただけたらと思います。 TMA スタッフバンドでした。ありがとうございました。